こんにちは、ゆっくり霊夢です。今回は山口県山口市の散策、山口市中心商店街のうち、米屋町、中市、大市、新町を散策します。ゆっくり町散策チャンネル、山口駅から北西方向に伸びる、スカイロードという道路を約10分歩くと、立派なアーケードが見えてきます。スカイロードと交差するこの部分は、魔法の屋根、と呼ばれているみたい。左方向は道場門前。右方向は米屋町という商店街で、西門前、道場門前、米屋町、中市の商店街は、約700メートルのアーケード街となっています。これら4つに大市、駅通り、新町を加えた、7つの商店街で山口市中心商店街を形成しており、古くからの山口を代表する商業地区となっています。まずは魔法の屋根の北側に位置する、新町商店街を見てみましょう。スカイロードの歩道にアーケードが設置されています。ニュー中村屋という靴屋は山口市内に店舗展開していましたが、2020年2月に営業を終了したそうです。お持ち帰り専門の生餃子店があって、こちらは米屋町バス停、山口市中心商店街に近いバス停の一つです。山口県庁、湯田温泉、山口大学、東萩駅、秋吉方面などの行き先がこの乗り場に発着。山口市内は豪庁交通と中国 JR バスの2社により路線バスが運行されていますが、豪庁交通は山口駅を拠点とする路線が少ないため、米屋町に停車する路線は多くないですね。時計、宝石、アクセサリーのお店、オメガビルには法律事務所や結婚成立書などが入居、ワインビストロやエステサロンなどのお店も並び、諸事情により映像の運用は切っていますが、商店街では宇多田ヒカルっぽい感じの音楽が流れていましたよ。こちらは反対側の米屋町バス停、広島駅高速バスの部分に×印がされています。2018年の改正で広島駅は米屋町に停車しなくなったみたい。レストラン鈴木はハンバーグが美味しいと評判の洋食屋さん。看板の文字がレストラソに見えるのが気になるわね。わら、セルフ脱毛のお店や武田塾を通り過ぎると、一の坂川に架かる千歳橋です。このまま直進すると市役所、ザビエル記念聖堂、県庁方面、そちら方面の散策はまたの機会とさせてください。千歳橋の西側には東屋があって、川を見ながら一休みできますね。こちらは千歳橋東側からの眺め、マンションやビルなどが建っていて町らしい風景です。室町時代、大内市により西の京として、京都を模した町づくりが行われた山口。一の坂川は京都の鴨川に見立てられていて、ここから一の坂川沿いを北へ進んだ後ろ河原地区周辺は、歴史を感じる町並みが残されています。一の坂川には源氏ボタルが住み着いていて、6月上旬頃の夜には幻想的な光景を見ることができますよ。先ほどとは反対側の歩道を南へ進んでいます。バーや美容院などのお店があって、和菜有菜かな、というお店は、2種類のおかずを自由に選べるランチが人気みたい。こちらは米屋町バス停の山口駅方面乗り場、山口市コミュニティバスの大内ルート。山口駅、大内、防府駅、二保、徳地方面のバスが発着。神戸、大阪、京都方面の夜行バスはあれの影響で運休中です。山口傍聴のルトクキップという、傍聴交通の山口市内区間で利用できるお得な回数券があるみたい。10枚綴り3000円で販売。山口市内であれば1000円の区間でも1回300円で乗車できる。超お得な切符です。山口市内で路線バスを利用するときに使ってみようかしら。モナのコーヒーというお店は落ち着いた雰囲気で、マスターは気さくで優しい方みたい。服屋さんや靴の修理店などのお店が並び、魔法の屋根まで戻ってきました。左折して東に進路を変えて、米屋町商店街を歩きましょう。山口七夕提灯祭りに近い時期だったということで、商店街には提灯がたくさん飾られていました。江村は豊富に本店を置き、山口、宇部、徳山、宇部にも店舗を持つ、ファッション衣料、呉服、寝具などを取り扱うお店です。山口県民には結構知られているお店かな。昔から営業していると思われる旅館もありますね。山口市にある都市銀行は、こちらの瑞穂銀行山口支店が唯一みたい。米屋町という地名は全国の様々な都市にあり、米国問屋があった場所に名付けられることが多いです。米屋町商店街の南側に米殿商事という道があるのですが、米殿を司る電車があったことが由来とのことで、
米屋町の由来もこれに関係していそうですね。バナナシェイクやフルーツサンドなどを販売する若者向けのイケイケな感じのお店があって、山口創業応援スペース未来365は、創業や事業拡大を目指している方向けのビジネススキルを学ぶことができる施設となっていて、個別相談、セミナーなどが行われているほか、シェアオフィス、コワーキングスペースなどの設備もあります。山口銀行米屋町出張所、楽器店、呉服店などお店がたくさん並びます。撮影時間は平日12時頃、一部はシャッターが閉まっているものの多くのお店が営業していて、歩行者も結構見かけるので、地方都市の中では結構活気がある商店街ではないでしょうか。空き店舗率は10前後みたい。商店街の情報を発信している山口街中というサイトがあり、こちらで空き店舗の情報を見ることができますよ。木目調の内装で落ち着いた雰囲気のカフェ、職場、貢献ドラッグなどのお店があって、右側では何やら工事中、グランドパレス米屋町プライムマークスという地上18階建ての分譲マンションが2023年3月完成予定です。最近オープンした小さなうなぎというカフェがあって、米屋町商店街はここで終わり、左方向におつぼね商事、右方向に北野商事が分岐していて、この先は中市商店街となります。左側に美容院や服屋さんなどがあって、右側に百貨店の山口井筒屋が見えてきました。山口市中心商店街の核となっている店舗でしょう。八木宗十郎という人物が江戸時代に創業した八木呉服店が、ちまきや百貨店に称号を変えたことがこのお店の起源です。ちまきは漢字でこのように書くのですが、八木宗を組み合わせるとちまきとなることが由来みたい。1930年に山口県初の百貨店となったちまき屋は、1933年には宇部にも店舗を出店。しかし1960年代になると売り上げが減少していき、1972年、宇部ちまき屋は井筒屋へ経営権を渡して宇部井筒屋となり、ちまき屋は山口本店に経営資源を集約します。1980年頃のちまき屋は売り上げが好調だったようですが、その後は郊外の大型店舗へ客足を奪われていき、店舗面積を拡大し郊外店舗と対抗するなどの投資を行ったものの、業績はなかなか回復せず、2008年8月末でちまき屋百貨店としての営業を終了。井筒屋の子会社である宇部井筒屋に経営権を渡して、山口井筒屋に改称した上で、2008年10月より山口井筒屋として開業し現在に至ります。魔法の屋根から山口井筒屋の間が特に通行量の多い区間かな。中心商店街は山口駅や米屋町、西京橋バス停から近く、公共交通で訪れやすいことの他に、中市井筒屋駐車場、道門パーキングなど、中心商店街周辺に合計1453台収容可能な駐車場があって、自動車でも訪れやすい商店街です。山口井筒屋を過ぎた後も賑わいは衰えず、雑貨店、時計店、商店、カフェなどのお店が並びます。うなぎ千鳥道といううなぎ料理屋付近で、左方向に今商事が分岐します。山口市中心部には先頭商事やおつぼね商事など、商事という名前のつく道が多く存在し、多くの商事が商店街の通りと交わります。マルシェ中市はスーパーの新鮮市場や青果店、鮮魚店、精肉店など多くのお店が入居する山口市中心商店街の東の核となる商業施設です。2000年までここにアルビという商業施設があったのですが、その跡地に2007年にオープン、商店街北側に山口公設市場、川端市場があったのですが、市場内にあった店舗の一部もこちらに移転したそうです。文具店、レンタルボックス、行染めのお店や、ちょっとした休憩スペースがあって、中市コミュニティホール、ナックは、会議室、多目的ホールなどを備える公共施設です。ナックの道路向かいにある、三院堂は創業130年以上の老舗和菓子店。膨張もち米を使用した牛皮で白あんを包んだ、舌鼓というお菓子が販売されていますよ。アーケードの終わりが見えてきて、通行量もかなり落ち着いてきました。文具店、ホットサロン中市町の駅などのお店があって、アーケードの端っこで中市商店街はおしまい、左方向に先頭商事が分岐していて、この先は大市商店街となります。
アーケード内の自転車通行は平日は制限はありませんが、土日の10時から19時の間は自転車通行が禁止となっています。気をつけましょう。江戸金は山口市でとても人気の老舗ラーメン店、豚骨ラーメンを提供するお店で、グルメラーメンの味に近いという口コミがいくつかありました。チーズケーキが美味しいと評判のカフェがお隣にあって、生地、餃子目のお店などが並び、でっかい中華料理屋があります。当店閣は山口の人気中華料理店みたいで、悪い口コミがほとんど見当たらず評価の高いものばかりでした。ちょっとゆるい感じの接客で居心地が良く、味、値段、量どれも満足、という評価が多かったですね。ペットショップ、寝具店、お花屋などのお店が並んでいて、ジューシーな土地と新鮮な野菜を挟んだハンバーガーが人気の、オニバスバーガー、というお店もありますよ。この先からお店は少なくなる感じかな。提灯が飾られている付近で左に西岸障子が分岐していて、有楽有料駐車場。という味わい深い駐車場がありました。中に人がいらっしゃるのかしら。今回歩いた米屋町、中市、大市の通りは長州藩の城下町であった萩と瀬戸内海の港町である三田尻を結んでいた萩王冠という街道の一部だったみたい。昔こちらの交差点は札の辻と呼ばれていて、萩王冠と岩見国境へ向かう石州街道の分岐点だったようです。萩王冠は札の辻で折れてきた方向となります。萩王冠沿いということもあって、袖壁を持つ古い住宅が並んでいます。少し北へ進み、こちらは縦工事交差点、右折すると宮の方面、直進すると縦工事で古い町並みが残る観光エリアとなります。縦工事や上山口、宮の方面はまたの機会に、左折して南西方向へ進みます。現在歩いている道路は県道204号宮の大年線、片側2車線の広々とした道路で、山口市中心部を通る幹線道路の一つです。地上14階建てのマンションや、ヘアーサロン、印刷屋、ローソンなどのお店があって、ここで西岸障子と交わります。山口井筒屋がよく見えますね。第一の文字があるマンションも目立ちます。全国各地でタクシーやバス事業を展開する、第一交通産業が所有する物件なのかしら。大市町交差点で先頭障子と交差、桑原写真館の文字がはっきり見えます。交差点を越えると住所は大市町から中市町となります。障子線はお薬の名前らしい。ここは薬局だったのかしら。体重計が外に置いてありましたよ。わら、こちらは中市町交差点、コインパーキングがあって、奥に山口井筒屋が見えます。異なる色のバスが2台いますが、どちらも傍聴交通。黄色の車両は近鉄バスのお古で、近鉄時代そのままの色。この車両は、KN の文字が消されていません。基本的に、KN の文字は消すので、この車両はレアかしら。緑系の塗装は傍聴交通オリジナルで、新車はこの塗装になります。こちらは西京橋バス停、傍聴交通の多くの路線がこちらに停車します。湯田温泉、山口大学、新山口駅方面などがこの乗り場に停車。新山口駅方面は1時間に3本程度運行されていて、並行する山口線よりは本数が多いです。山口市コミュニティバスの大内方面も停車します。こちらは今障子との分岐点ですが、今にも壊れそうな住宅がありました。大丈夫かしら。西京橋交差点を横断して道路の北側へ向かうと、一の坂川がいい感じに眺められます。この先の後ろ側ら地区の景色はもっと良い雰囲気みたい。そちら方面の散策はまたの機会とさせてください。先ほどとは反対側の西京橋バス停です。東京駅や高高速バスは現在は運休中。広島駅高速バスは1日1本の運行で、防府、新南陽、徳山などでも下車可能。一般路線は県庁、宮野、仁保方面の行き先があり、宮野までなら1時間に2本程度はありますね。西京橋バス停北側は2016年に、一の坂川交通交流広場として整備されました。いろんなところからミストが出ていて涼しくなりましたよ。米屋や和菓子屋など古風なお店が並び、観光バス用の駐車場が設置されていて、こちらの建物内には休憩スペース等トイレがあり、観光に関する情報がいろいろ掲載されていました。交差点に戻って、一の坂川に架かる西京橋を渡ります。
大内氏の時代に京都を模して西の京として整備された山口、西京橋、西京銀行、西京高校など西京の名前を使うお店や施設が山口市内では多く見られます。県道204号線を離れて一の坂川沿いを南西へ進みます。プリント T シャツのお店を通り過ぎるとおつぼね橋が見えてきます。10年前ぐらいに架け替えられたみたいですね。おつぼね橋と商店街を結ぶ道はおつぼね障子と呼ばれています。おつぼねは将軍家などに仕えてつぼねを与えられた女中のことを指す言葉ですが、それと何か関係があるのかしら。もともとおつぼねは階級的なものを表す言葉でしたが、現在は口うるさくて意地悪な感じの古参女性社員に対してネガティブな意味で使われることが多いですね。おつぼね障子沿いには居酒屋、電気店、駐車場などがあり、アーケードが見えてくるとおつぼね障子は終わり、直進方向は北の障子となります。左折すると中市商店街、山口井筒屋を通り過ぎて、山田118ビル近くでアーケードから離れて、北西へ進みます。壁に色々な絵が描かれていますね。こちらは特に道路の名前はないみたい。山口中市郵便局があって、奥にはかまぼこ屋が見えます。豊富の杉本理製本店が製造する、白銀というかまぼこが山口では有名だそう。練ったすり身を板につけて板の下からじっくり焼き上げ、焼き色はつけずに白く焼く焼き抜きという山口県独自の製法で作られているようです。東洋証券や商工会議所などが入居する建物、萩山口信用金庫中市支店、博多串焼きの五右衛門、バリバリの麺に鶏ガラスープや具沢山の野菜が乗った山口 B 級グルメのバリそばが食べられる春来軒が見えてくると、西京橋交差点右折して県道204号線を少しだけ東へ進み、今にも崩れそうな住宅付近で右折して今障子に入ります。本当にこの住宅大丈夫なのかしら、わら。今障子沿いはあまりお店はないみたい。こっちに曲がってみようかしら。味わい深そうなお店がいくつか並んでいます。路地裏ご飯斎さんはタイ料理を提供するお店みたい。パン屋さんの名前はさつきかと思ったら違うみたいで、生き残ったものの起きてというみたい。インパクト強っ、わら。コインパーキングやお花屋さんがあり、突き当たりで右折山口亭と書かれた古い建物がありますね。どんなお店だったのかしら。朝出して夕方バッチリのクリーニング屋さん、ふっくらしていて美味しいお好み焼きが食べられる水根、書道教室、自転車屋があって、中市商店街のアーケードが見えてきました。というわけで今回の散策はおしまい。山口市中心商店街の米屋町、中市、大市、新町を散策しました。町の景色を見て感じたことや、山口市中心商店街の思い出、山口市内で散策してほしい場所があれば、お気軽にコメントしてくださいね。当チャンネルでは町散策動画を投稿していますので、チャンネル登録やコメントなどよろしくお願いします。他の動画もよろしければご覧ください。今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。